ンダム NT1 とデナンゾンって関係ある？に対する反応集をお送りします。アレックスを修復、回収したトリスタンの東京港は18メートル。トリスタンって一年戦争の機体だから96年でも MS の恐竜化とは反対に小さいままなんだよな。それでいて中身は別物サナリーと秘密裏に協定を結んだブッココンツェルンに貸与され次世代型 MS 開発のための様々なコンセプトの試験母体となる。アレックスが元になって最終的にクロスボーンの MS が生まれたってことはないだろうか？ムーバブルフレーム内骨格構造が小型化の障害になってたって説アレックスは非ムーバブルフレームの第一世代 MS では間違いなく最高峰だから参考にするには最適だったろうね。小型 MS も内骨格構造じゃなかったっけ？どちらかといえば旧連邦系のセミモノコック構造が近いムバフレのようなフルフレーム構造が小型化のネックになってたのでフレーム要素は部分的に抑えられた当然より洗練されたものだろうが。基本的にはその通り。F91 は映画のパンフの時点で全身のフレーム設定画があるしジェムスガンとジャベリンも設定でフレームについて述べられてる。第2期 MS は設定上、MCA 構造によって電子機器を外装やフレームに内蔵したおかげで小型高性能化できた設定なのでフレームをなくして小スペース化したわけじゃない。しかも小型だが第2期 MS ではないヘビーガンですらフレームを内蔵していてフリーダイヤル改めドライブやシルエットガンダムに流用されている。全身完全フレームじゃない機体があるだろうがそれは80年代の可変機とかも同じ。この2つの間にはいくつもの技術革新が挟まってるやんけ。そこまでの技術革新を経てなんでショットランサーなんてもんが生まれるんや。コロニー内で敵機の爆発を減らすため。銃があるのに警棒だのサスマタだの使われるようなもので、目的が被害抑制だから無駄に洗練されたローテクになるのはやむを得ないんだよな。一発で物理シールドごとジェガンの上半身粉々にできる武器になんかご不満でも？ガンダムといっても80時の機体だしそれほど参考にはならないのでは？確かシェルフノズルはトリスタンに装備してテストしてたからそっちは関係あるけどデナン系の元はデッサタイプだからな。漫画版のトリスタンは決戦装備の頭部パーツに補助用のセンサーとしてデナン系のゴーグルを後頭部につけてるから部品テストとして使われてたんだろうな。デナン系とかの小型化した本体に外付け式のジェネレーターって共有化して外につけざるを得なかった大型機からのノウハウの方が大きいんじゃないか。てか宇宙世紀の後期なんて、外見のデザインは趣味みたいなもんだからな特殊変形しない機体は全部、中身一緒だしな。それ言い出すと初期だってそうじゃね？ GP4 ガーベラをガーベラテトラに回収した際に全身の走行形状が全く変わってしまいその関係で姿勢制御スラスターの位置もずれてるし胸のダクトは埋まっちゃってるのに。何の不具合もなく性能は全く同じなんだぜ中期くらいのシナンジュスタインとシナンジュもそうだし。連邦側の MS ならジェガンとヘビーガンあたりの技術的つながりが散々語られてるが、貴族側の MS はデザインが異質すぎて逆シャアや戦破砂の時代の MS との共通点がほとんど見出せない。連邦側と違って開発過程で低性能なポンコツ品も一切出てないようだし。開発過程での低性能なやつがいないのは単にその時代が深掘りされてないのが大きいんじゃねえかな。もっと F91 関連が深掘りされて MSV がいろいろ出てきたらそういうのも設定されるんじゃないか。一応はブッコが作ったデッサタイプというのが設定されている。ジオンでいうクラブマン相当の作業用大型機械として隠れミノとして作ったやつ。ゼロからデッサタイプは作れんだろうしなヘビーガンより早い時期に小型のデッサタイプを生み出すためには何かしら参考にした MS はあるんだろうが。トリスタンも全く関係ないとは言わんがもっと別の試作ヘビーガンみたいなのが後付けで登場しそうではある。アレックスがトリスタンになったことトリスタンがブッコに渡されて MS 開発の実験台にされたことこれらを知らずにレスしてる人いそう。アレックスのコンセプトは NT4 の MS だったけども結局は導入された仕様は前天モニターやマグネットコーティングぐらいだった。そして、その技術は第二世代 MS 群から当たり前のように採用されてる。そんな MS を参考にして当時最新鋭機のデナンやベルガのシリーズを組むかと言われると、40年ぐらいの年代差あるんだろ？ F4 ファントム2参考にして F22 ラプター生み出せるか？って話よ。一年戦争以来の宇宙戦闘で遺棄された MS ジャンク回収しまくってるんだからトリスタンだけことさらに注目するのはフェアじゃないかな。実際こいつからデナンシリーズ作ったかは怪しいんだよなデナンって全身にまずモビルワーカーがいるから。むしろベルガギロスの方が可能性あるあいつは元から戦闘用だから。
F-89 の開発時にトリスタンを参考にした説ならあるけど出難はないと思う。なんでぶっこはあんな時代にアレックスベースの回収機なんて作ったの？最盛期のアムロ用にチューニングされてる機体って部分に価値があるかららしい。本人不在のところで開発進んでたし別にアムロ用の調整はされてないと思うんだがな。トリスタンへの修復、回収は主にオーガスタ県上にある通り強化人間のテストに都合が良かったが、研究所の崩壊とともにサナリーに移管結果的にブッホに対応して追加装備用にいろいろ回収してデータ取り。ブッホ、エアロダイナミクスの初期の試験機としてトリスタン元アレックスが運用されてたのは間違いない。間違いないけどそれは装備のテストベッド用であって直接で南系の母体になったわけではないといったとこでしょ。ブッホも作業用モビルスーツ作ってたと思ったらいきなりサナリーやアナハイムを差し置いて高性能な小型 MS を生み出したってのも変といえば変なんだよな。ヘビーガンや F90 のデータパクったり火星の RF シリーズに関与したり色々やってるのかもしれんが、ただアレックス・トリスタンを96年に実戦で使ってたってことはそのおかげで小型 MS の優位性を連邦より先に気づいてたって可能性はあると思う。アナハイムがクシーなどの第5世代 MS の研究をしている頃からすでにブッコ独自に設計する MS は最初から小型を目標としていたとか。変もなんもデッサタイプは研究中の戦闘用 MS だよ。小型 MS についても連邦のレベルと懐事情を天秤にかけた上での判断だろうし。バーナムの森の戦力から小型のこの字もない時点で小型 MS の優位性に気づくなんてのはエスパーでしょ。デッサタイプはあくまで兵器転用を前提とした作業用 MS だよ。108年ロールアウトだから戦闘用だったら109年ロールアウトのヘビーガンより早いことになるしな。ヘビーガンをパクってないとしたらますますその技術どこから持ってきたって話になってしまう。最初から独自に作ったなんてさすがにないだろう。アレックス・トリスタンは回収されても東京港が18メートルと1年戦争から変わってないから当時としては小型になってるんだよ。そんな MS でユニコーンやナラティブより後の時代に戦闘してデータも取ってるしな。後にで何ゾンを開発するような優秀なチームならエスパー関係なく気づいてもおかしくないと思うぞ。上下に分かれるからゾロはバウの子孫ってのよりはかろうじてマシレベル。運用思想の継承はされててもそれが技術継承の証拠にはならんよな。運用思想が全然違うからね。バウはあくまで高速移動、ゾロは手数が足りない、ザンスカールが分離攻撃で手数を補う苦肉の策だからまあ関係ないだろうね。その運用の思想の違いからバウは惰性追随するだけの機能しかないけどゾロは範囲狭いとはいえミノフスキー有志関係なくパイロットの思考読んで追随したり独立攻撃したりするだけの機能がある。ベスパ MS の一部はかつてのジオン技術コンセプトの再現強化を狙っている。いわくジャバコはグフ、ビルケナウはザクレロ、当説があるのでゾロもバウを参考にしている可能性はある。ただそうだとしても精神的つながりであって技術的なコントロールシステムとかは別物なのは間違いない。つーかアレックスとトリスタンの時点でほぼ別物だろうが弱くパフォーマンスを得意の側は同じでも中身は化け物ってやつだ。側は同じでも中身は化け物ってとこが重要なんだろ。結果的に当時の主流より小さいサイズで最新機に近い性能の MS になっている。これって結構すごいことじゃないか。